こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はウィンブルドン選手権女子、ジョコビッチ VS 錦織についてです。以下引用。7月12日、AFP、テニス、ウィンブルドン選手権2018は11日、男子シングルス、準々決勝が行われ、大会第12シードのノバク・ジョコビッチ、セルビア、が6、3、3、6、6、2、6、2で第24シードの錦織圭、日本、に勝利し、同大会では通算8度目となる準決勝に駒を進めた。敗れた錦織は、日本勢としては85年ぶりとなるベスト4進出を逃している。現在31歳のジョコビッチが次代大会、グランドスラム、で準決勝進出を果たしたのは、2016年の全米オープンテニス以来で、グランドスラムの舞台でベスト4入りしたのは、今回が通算32度目となる。13日の準決勝で世界ランキング1位のラファエル・ナダル、スペイン、対第5シードのサン・マルティン・デル・ポトロ、アルゼンチン、の勝者と対戦するジョコビッチは、この試合で2度のバイオレーションを取られており、アンパイアのカルロス・ラモス氏を、ダブルスタンダード、二重基準、だ、と批判した。第2セットにラケットをコートに投げつけて制裁を受けたジョコビッチは、最初の警告は必要なかったと思う、と話し、芝生を痛めてはいない。ケイも第4セットに同じことをしていたが、彼に警告は出なかった。アンパイアは、見ていなかった、と言っていたよ。それはフェアじゃないと思うけれど、これが現実さ、と語っている。第4セットでもタイムバイオレーションを取られたことで、ジョコビッチの怒りは収まらなかったものの、この試合の最後の12ゲームで10ゲームを制し、グランドスラムのベスト4に戻ってくることができて嬉しいよ。この数週間は気持ちが高まっているし、テニスのレベルも上がっている。ふさわしい時にピークを持っていきたい、とコメントした。C、AFP。ご視聴ありがとうございます。毎日最新ニュースをお届けしますので、チャンネル登録お願いします。